皆様、いつもご視聴ありがとうございます。去年から始めましたが、やっとチャンネル登録者数百名を達成しました。皆さん、改めてありがとうございます。今後も日本各地いろんなところに出没していろんな動画を公開していきますので、今後ともよろしくお願いします。さて、いつもなら動画をお楽しみくださいで動画になるのですが、今回はいろいろ解説していきます。まずは羽田空港から那覇空港に行きます。今回の旅は全て日本航空さんで行きます。私の旅のスタイルなのですが、いつも仕事が終わった後に平日のうちに旅に行きます。なので一泊多くなるのですが、その日の夜から目いっぱい楽しみます。そうそう、今回は私自身の声も入れております。このタッチパネル、なんと画面に触らなくても反応します。沖縄に行く最終便です。沖縄に23時近くになるのですが、沖縄は遅く着いても楽しめます。選択ボタンを、ご搭乗手続きが、なぜかわからないのですが、平日の夜なのですが、今回の飛行機満席でした。全部満席です。これ自動で動きます。今回のこの無茶な旅の目的の一つが、ここには入れる権利を取ることです。今年の目標として日本航空さんのマイレージサービスでのステータスを獲得したかったんです。このサービスステータスを取得するには、飛行機に乗った時にもらえるポイントを最低ランクでも5万ポイント必要だったんです。ちなみにこのポイントはフライトオンポイントと呼ばれて、羽田空港から那覇空港まで乗ると1876ポイントもらえます。これが往復で3752ポイントもらえます。自動で動きます。いよいよ飛行機の搭乗です。まずは那覇空港に行ってきます。現在のところ目的地沖縄那覇空港には午後10時15分前後の着陸を、さらに駐機場に進みまして皆様のターミナルの到着は米国空よりも約10分早い午後10時25分頃予定しております。最新の気象情報によりますと、那覇空港周辺の天候は晴れ、地上気温は摂氏28度と報じられております。これより先の航路上の天候でございますが、受講中、降下中も含めまして、おおむね良好と予想しておりますが、突然揺れることもございます。お座席の着きの際は引き続き、座席ベルトをお締めくださいますようお願い申し上げます。那覇空港に到着しました。今月これで3回目。さて、ホテル行きます。沖縄の交通機関、ゆいレールに乗ってホテルに向かいます。ホテルに向かう途中ですが、お店はまだやっています。
1日目のホテル、沖縄の花、ホテル&スパさんです。沖縄といえばステーキ、深夜でも店はやっていて美味しいです。この日は那覇空港から福岡空港に行きます。そしてさらに福岡空港から伊丹空港に行きます。そもそも福岡経由ではなく、そのまま伊丹空港に行けばいいのですが、今目指しているステータスに必要なポイントは最低でも5万ポイントです。沖縄まで行っても3752ポイントなので、かなり無茶な乗り方をしないと達成しないのです。ただ今回6月、7月がこの取得できるポイントが2倍になるというキャンペーンが開催されています。そこで一気に稼ごうということで、今回こんな無茶なことをやりました。まずは福岡空港に行きます。今回は福岡空港には乗り換えだけで、時間も1時間ぐらいなので荷物を預けます。なんかかっこいい機械です。では、福岡空港に行く飛行機に搭乗します。なんとジンベエザメです。美ら海水族館とコラボした飛行機です。
行中はところどころ揺れが予想されています。離陸します。に到着しましたが、外には出なく、そのまま中にいます。次の飛行機、伊丹に行きます。空港内に一蘭さんがありましたので、昼飯を食べてなかったので、ラーメンを食べました。乗り換えで食うラーメンで、つかの間の福岡空港でしたが、これから伊丹空港に向かいます。これから伊丹に行きます。ただいまからお手荷物が安全に収納されて、まずシートベルトの使用方法について説明いたします。シートベルトを締める場合は、左右のベルトについている留め金を差し込み、腰の低い位置にしっかりと締めてください。外す JA をご利用いただきまして誠にありがとうございます。東北省出身の杉本です。時は現在、
高度19000フィート、メートル換算しますとおよそ6000メートル上空を最速度およそ820キロメートルにて順調に飛行しております。本日は大気不安定により所々揺れております。現在シートベルトタイムは消灯しておりますが、皆さんは安全のためお座席にお着く際にはシートベルトを腰の低い位置でしっかりとお締めいただくようご協力をお願いします。なお揺れましても飛行の安全性には全く影響ございません。どうぞご安心ください。当機あと18分ほどしますと徐々に高度を下げてまいります。その後ベルトサインを47分頃あと20分ほどいたしますと点灯する予定です。お化粧室のご利用等はお早めにお済ませいただくようご協力お願いします。また本日は全便到着遅れにより皆様出発が遅れましたことをお詫び申し上げます。現在のところ大阪伊丹空港到着予定時刻は定刻17時ちょうど予定しております。その後皆様の駐機場へのご案内に5分ほど遅れますことをお詫び申し上げます。空港周辺天候は現在晴れ、気温は摂氏30度となっております。それではあと30分少々の辺ですが、どうぞごゆっくりお連れください。本日はご利用の方にありがとうございます。伊丹空港に着きました。今日の飛行機はこれで終わりです。無事、那覇空港で預けた荷物も回収できました。沖縄からの荷物が届きました。そして今日のホテル、伊丹空港の中にある大阪空港ホテルです。さすがにやることないので、あじゃり餅を買いに京都に行ってきます。この日の晩飯は伊丹空港にある蓬莱さんにしました。
夜中に伊丹空港をちょっと散歩しました。昼とは全然違います。3日目、羽田空港に戻ります。今回はファーストクラスを使います。昼飯の機内食です。羽田空港に着きました。豚まんを預けたので豚まんがレーンを流れています。羽田空港の中にある神社です。次の目的地、北海道新千歳空港に行きます。選択ボタンを。
じゃあ最後の図工札幌行ってきます。今回もファーストクラスで行くので、ファーストクラス専用のゲートが使えます。ラウンジも使えます。晩飯の機内食、本日2食目です。ついに北海道に到着しました。の広さを比較しています。確かに広いですが、私の今回の移動距離ははるかに超えています。札幌に向かいます。ホテルはすすきのに取りました。ホテル、札幌エクセルホテル東急さんです。部屋は広く、札幌の街を一望できます。テレビ塔も見えます。札幌といえばやっぱりラーメン。ラーメンをすすきのに食べに行きました。ツッコミどころ満載です。この中の2つは2000キロ以上移動しています。そして3機はセイコーマートさんで買ってきました。4日目、北海道を少し観光していよいよ羽田空港に帰ります。空席待ちでファーストクラスにしました。
搭乗手続き。実はこの旅の前にも毎月あちこち行っていて、今回の旅でついに5万ポイント達成し、桜ラウンジが使えるようになりました。ダメかなって思っていましたが、空席があってファーストクラス取れました。そして晩飯の機内食です。来ました。これでむちゃくちゃな旅が終わりました。またこんな感じで旅したいです。改めてチャンネル登録者数百名ありがとうございました。200名になりましたらまた無茶なことをやりたいと思います。今回の動画は以上です。いかがだったでしょうか。他にも動画がございますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。